R.M.H. ラジオマメヒコお聞きの放送はラジオマメヒコです。はい、えー、ラジオマメヒコのお時間になりました。マメヒコの石田です。はい。日本 G 東。<laughs> <laughs> G の話を引っ張るのやめようよ。G 東 <laughs> の東は、うん、あれですよ。 自由民主党の党だよいや知ってるよ知ってるけど知ってるけど <laughs> そういうことじゃない <laughs> なお悪いよあそうまあいいやだからそれでえっとーなんだあ,あ M の話をしたな <laughs> うんそうそうだミッキーをねでそのかぼちゃは結局どうしたわけ中がくり抜かれてたんでしょ <うん S 2> 知ってたよたくさんそういやだからもうそういうふうに入らないようにう <ん S 1> まあ室内に持ってきたりいろいろしたけどまあねっていう感じ 畑に行ってもね、うん、やっぱ同じようになってて、うん、なんか相澤君がなんか,かびてもう畑に置いといてもかびちゃう<ー>かぼちゃってあるんだよねはいは,いはい、はい、でかびてるからっつって、うん、グズグズになったものバンとして,てたら、うん、それがやっぱりなんか馬車になってた <laughs> でもさ、うん、あの要はあの、まあ、ミッキーミッキーたちは、うん、その。 皮を破って、うんあの、いわゆるマントルのところの一番おいしいところは興味を示さずに、うん、コアのところの,この種だけを取っていくわけでしょすごい、うん、費用対効果が悪い気がするんだよだってあれ相当大変だよ<う>あの硬い殻を破ってさ中まで潜って、うん、だからさ俺本当に、あのー、何エトのさ、うん、一番目になるだけの値あるよあの人そうね十二 のレースで番取った俺言っちゃ悪いけど俺たちさ番手じゃん俺たちは上になんかねライバルが乗っかってるのも気づかずにぶっちぎりで1位を走っててゴールのギリギリで上からひょいって飛び降りて負けた牛ですからねあの人たちさやっぱりさあのその昔からさ神社にさなんかこういたりするよねあ神社にいたりするね子だから だね,はいはいねあと豊作豊穣、うん、祈願にいるじゃない、うん、そうだねやっぱりさあれだけのしたたかさっていうのはさ、うん、だから人間もそのあの人たちとこう共存しながら、うん、いろいろまあ考えてきたんだろうね、うん、あだから多分もしかしたらね、うん、味噌とかあんじゃんあ味噌噌なんかもさ。うん あのー、ネズミのために作ったのかもねん。ネズミのため。うん、だから、ネズミのためっていうと語弊があるけど。うん、つまり、大豆をそのまま置いとくと食べられちゃうとあ。そうか、そうか。でも、一年間分食べたいと。うんうん そうするとネズミが食べられないようにしなくちゃいけないねとうじゃあ塩まみれにしとけた私たちすぐ喉かいてもお水飲めないから <laughs> ねでしょっぱいの無理、ねうん、しょっぱいの無理じゃん、うん、だからそれで塩まみれにしとこうってなったらあれあ塩漬けにしといたなんか大豆がなんかちょっといい感じになっちゃってねみたいなベ <laughs> ストになってますみたいなことがあったのかもしれないじゃん あなるほどねこれがずっとほっといてもいいんだったらそ、うん、そんななことしないよねねだからそう,いうだからそういう意味でね <laughs>、うん、いろんななんかこう畑に行くと、うん、畑に行ったり畑をカフェがやってると、うん、その東京と向こうとの環境差とか、うん、その自然と都会とかつい、うん、になっていろいろ考えちゃうよね。 やっぱり今年もしょっちゅう畑によっちゃん行ってるわけいや今年も行ったねあそう行ったは行ったうん何回行っただろう8回ぐらい行ってるそうなんかこっちにいないって時あるもんねああ畑行ってますけどもね俺最近ね忙しいんだよああ俺ねなんかね結構忙しいの最近まあだって今ね映画もポスプロ中でしょいやそう映画のポスプロもあるしねうんなんかね俺ね一時より忙しいんだよ <laughs> <laughs> だからさ北海道行くじゃない、うんうん、行くのもさ、うん、昨日なんかもさ日曜日に行って、うん、日曜日の午後の便で向こうに行って、うん、その日月曜日の、うん、翌月曜日の午後の便で帰ってきちゃうからほとんど何にもできないじゃん何にもできないよ、うん、でも行かなきゃいけないんだ、うん、まあ行かなくてもいいのかもしれないけど <laughs> やっぱそうするともう北海道に行くのも、うん、もうひょいひょいだもんねそれでさ、うん、また月曜日に行くと、うん、あ行くとっていうか土日に行くと月曜日にさっきのおっちょってやってんだよ、うん、あーはいはいはいイベントねイベントっていうかゲーテ先生のーテ先生のおっちょが7時半から始まるからえ夜,<だ>夜,夜ねおもう向こうを 4時ぐらいに出ないと間に合わないんだよ。でねその前に札幌での打ち合わせっていうのも結構あるんだよ、うん、えっ、ー、と、菊池さん絡みとか菊池さんがらほかのこともねやっぱり何かと札幌ってあるからそうん、うん、もし札幌行ってそ,、ね、<laughs> その札幌からまた千歳空港って言といんだよだから、うん、千,歳空千歳に行って札幌に行って、うん、札幌から千歳帰ってきて。 えー、羽田まで飛行機に乗って、うん、羽田から渋谷に着いて、うん、もうすぐイベントって感じなんだよねもうなんかすごいなんか今をときめく IT 社長みたいなスケジュールだ,けどだからも俺ね専用ジェット買おうと思ったか <laughs> <laughs> そんな安易に買わないでもらえる <laughs> その名前をなんていう名前か教えてやるジェット機の名前なんつのゴキジェット <laughs> <laughs> でマークは G だからね これ,これに乗ってさ全国津々浦々ね <laughs> <あの S 2> やめろよそんな黒光のジェット <laughs> そのねよく聞く早く着くっていうやつにまあそれは冗談としてもでもね本当に専用ジェットとか買って、うん、<laughs> その寸貨を惜しむって感じあそう、ね、だからもう最近さ、うん、こういうなんか俺今今の ちょうど彦コンチェルトっていうのもやっててなんかこうコンサート仕立てのちょっとした芝居仕立てみたいなのる。そうあそうだね連載じゃん週刊連載じゃんそうまあ役者やってるっていうかそれに出てる平野君ね平野も毎回30ページの台本を覚えなきゃいけないからねたった1回そんな書いてんの毎週だって 時時間、2時間やるんだもんジャンプの漫画でさ1週間に16ページしか書かないのにいやそう俺だから1週間30ページ書いてんのよで30ページもそのたった1回のためだけにあいつは覚えてないけね <laughs> まあ覚えてる方も覚えてる方だし書いてる方も書いてる方だから、うん、そうするともう行きと帰りの、うん、っていうかその移動時間の、うん、まあそのゴキジェットの中で俺書かなくようになるから<ー>そうするとね何てう やっぱり w i f i が飛行機の中飛んでないっていうのはすごい言いたいねああそうかでもそうだねだから貴重な時間だもんねそう移動時間にネットがつながんないっていうのは、うん、今みたいな、まあ、逆裏を返せば、うん、ネットがこれだけ通じるようになっちゃったからどこでも仕事できるようになっちゃったに逆に言うと忙しくなっちゃって、うん、<laughs> その移動時間ぐらいはまあせめてホッとできるみたいなのあるじゃんまあそうだよね <laughs> うん、でももう移動時間に何か仕事してるもしくは本読むなり調べるっていうことやってないと間に合わないんだよね。うんうんうん、まあねそのえっ、ー、とどう1時間45分ぐらいだっけ、うん、あのとせからって、うん、この、まあ、強制的に座っている時間、うん、これ無駄にできないよね。無駄にできない、うん、で無駄にできないから、うん、その座っててもう直前まで、うん、w i f i 空港で飛んでるからそれで調べるしてさあ いよいよ書こう書いて送ろうと思った時に、うん、ペンカンカンパンみたいにして、うん、そのシートベルト着用なんとかとかあ<ー>もう電源はねやるな一切ダメとか言うじゃんあれをもうやめてもらいたい <laughs> あれは航空法だからしょうがない、ね、でもあれでしょあのニューヨーク便かなんかだったら、うん、もう w i f i 飛んでんだよねあうそ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 うだからもうそうするといよいよ持ってさ、うん、もう <laughs> どこでも仕事できるようになっちゃう、ね <laughs> まあ普通はそこまで仕事を抱えないからね。うーんまあねそう,、うん、そうなんだけどなんかそのどうなのかね今さ東京に住むっていうより地方に住んで、うん、<laughs> そういう移動はもう全部飛行機で呼ばれたら東京に来るっていう生活がもう絶対に可能な気がするんだよね。職種によっってはもうううやぱそい スタイルを選んでいる仕事をしている人もいっぱいいると思うよ。だって今年一年まあアイザッ行ってて、うん、まあ俺もこんだけしょっちゅうほ、あその地所線に行くとなると、うんうん、もう別に中央林間行くより地所線の方が近い感じするもんね。<laughs> だ今年一年間中央林間行ったかっ,つったら行ってないもんね。<laughs> 中央林間別にない。<laughs> もう用ないからさ。いやいやでも俺ほら浅見のからさ、うん、あの渋谷に越したじゃない。あ,あそうね今渋谷でね。そうするとさ。うん まあ一点二個玉なのよ。ああそうかも。二個でも玉川は越えないんだ。玉川は越えないのよ超えなくなっちゃってる。うんだから今年一年で玉川を越えた回数と千歳行った回数の千歳行った回数の多い。ああそうか。まあ千歳行くのに玉川は越えないもんね。そう。越えないじゃん。越えないね。いやまあ厳密に言えば羽田では羽田は川崎そうか。一回ちょっと超えてるの。越えて だから球が超えてないっていう表現は間違いでしたから、うん、訂正させてもらうけど <laughs> まあ二子玉よりも下りには行ってないよねそう少なくとも半蔵門線の二子玉より向こうには行ってないんじゃな半蔵門線つっちゃってるもんあそっかね<え>ダメか東横線違うや田園都市線だからもう意識がこっちアッパーヤードなんだ、うん、ちょっと俺カミね,ねカミングセンチュリー <laughs> そうそのもうさ下町のノリだよね あ、そそううねのなんか、も溝の口とか言ったらヘッドホンって読むんだみたいいなや、だからねそういうふうになってきてるから本当にその世界は小さくなっていてあ、そう世界小さいっていうそういう意味でねだから今ね千歳ぐらいでそんなこと言ってるけどシンガポールに住んでて時々東京には来るんだよねとかニューヨークに住んでてねニューヨークはちょっと距離があるからあれだけど まあなんかとか昔何年か前かなもう10年ぐらい前かもしれないしもっと前かもしれないからよく覚えてないけどなんかね坂本龍一が出てる CM があったんでんで坂本龍一かなんかがもう今は世界は一つになったみたいなことを言ってる CM でなんか楽譜をチャラチャラと書いてなんかプリンターか ファックスかコピーかなんかかわんないそういうなんかそういういものにこう通すとなんかどっかのニューヨークのスタジオかなんかビューッと出てきて書いた楽譜がで何とかするとまたなんかこう直しがなんかどっかロンドンのカフェのところでお茶飲んでる坂本龍一に届くみたいな全然違うかもしれないけどまあそんなようなこと CM があったっけでもささ今はさ その当時はつまり楽譜がねどこにいても届く時代になったよみたいな CM でしょそれって。でも今だとさ音源を送ったからとか音源の URL 送ったからとか聞いててダウンロードしてみたいなね。っていうふうにできるじゃない。でんならさ本当にその録音もさいや俺たち今こうやって顔つき合わせてラジオ撮ってるけど。 俺別にニューヨークに行ってさ、うん、お前のその声を全部ストリーミングしてスカイプとかにしてど、うん、こう喋ってて、うん、はい今日は、えー、ニューヨークにいる井川君とアフリカ原住,民 <laughs> 原住民に巻き上げられてる達人と俺何して。そんなとこ行か <laughs> お送りしてますすみたいなあの可能ですよね大丈夫立つにもう首のところにあのなんかナイフ突きつけられてるけどみたいな。<laughs> あの生捨て生捨てて <laughs>、うん、とかっていうね <laughs> ことも全然なんていうのそうなってくるよね。だからまあその坂本龍一の、まあ、CM じゃないけど、うん、まあ世界のどこにいても共同作業ができるっていう,うまあ時代ですよね。でしょ、うん、だからそういうなんかこうダウンロード夫婦とかね。<laughs> <laughs> やだねなんかストリーミング夫婦とか味気ないそうかかなななん味気い感じがんか今日の食パンがなんか立体プリンターで届くみたいな <laughs> いやでもさ味気ない味気ないって言っても昔さ本当に俺たちってさたびたび言うけどデジアナ世代じゃん俺たちの頃の,での年賀状っていうのはさまず当然手書きだよねはい、はい、手書きで絵を描く、うん。うん でその絵を、まあ、今年なら江戸にちなんで描くとか、うん、まあいろんなものにちなんで描いて、うん、うまいく描けたのはかわいい女の子に送って下手に描いたのは高本に送る <laughs> 高本元気かな <laughs>、うん、そ,うそういう感じだったじゃない、うん。それがさ、まあ、やっぱり画期的だったのはそのプリントごっこ理想のプリントごっこっていう黄色いので、うん、カシャってやると。 なんかハンができもそれもあできて、ね、もうあのやっぱりうまくハンが押せたやつは可愛い子でしずかちゃんでダメなやつはタカという感じでやってたじゃない。<laughs> うん、でそれがいつしかプリントアウトっていう、うん、そのパソコンで、ね、まあ最初はねワープロで住所が、うん。<laughs> あの印字できますね何々様何々様っていうのをプリントアウトすればなんかこう住所録さえあればもうプリントアウトであっという間に住所が書けちゃうワープロでもそれはできたねそれはワープロできたでしょそれがいつしかその表も裏もパソコンになってなんかボールペンでよろしく今年もよろしく絵に描くだけみたいないやいやもうなんかボールペンで今年もよろしくもしくは 何にも書いてないっていうのを送ってくるやついるじゃん。そのプリントアウトしただけのやつ、ね。プリントアウトしただけのやつっていうことになって、うん、これこそ味気ないでしょ。<ー>でも味気ない、ね、味気ないって言ってももうみんなそれは当たり前で、うんそうね、手書きでさ、うん、その何？芋ハンガーとかやってる人いないよねあんまり。<laughs> だってプリントアウトに比べたら面倒くさいもの。芋ハンガーとかいないでしょ。 俺らも子供の頃はやったことあるよ学校の授業の一環だった気もするしそうだよね彫刻刀だったよそう彫刻刀でやったじゃないそう字を彫る時はこういう直角のやつで細く彫るのああそう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 ねやったやったでさだけどやっぱりさお前が言うみたいにその味気ないっていうものよりも便利さに押されて今プリントアウトになってるということは 俺が今言ったみたみいにダウンロード夫婦ストリーミング親子 <laughs> ね、うん、<laughs> こういうものは味気ないって言ってもその便利さに押されて、うん、そういうふうになるっていうことは、うん、こう否めないじゃないつまり<ー>もう防ぎようがない大体 <laughs> さ年賀状の是非っていうのは毎年のようにもう最近言われてるからねこれ本当に必要なのっていやそうでしょ、うん、俺も大嫌いなの明けおめメール明けおめメール <laughs> <laughs> 回線パンクしますてきなそ,、ねうん、そのな明夫メールとか、うん、俺だってついこの前さ誕生日迎えたんだけどあ,あそうだったね誰もそのバースデーカードなんてくれなかったよああ<ー>もらったらお前バースデーカードいやもうもらわないよ <laughs> まああの毎日来る4通の売り上げ広報報告のうち1つだけなんかよっちゃん誕生日おめでとうっていうのがあったぐらいだね それ野望おばさだからまあ何バースデーカードもしくはバースデーメールも含めてあの野望おばの1通ぐらい <laughs> <laughs> だからさ、うん、どん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 さそのそういうものっていうのが、うん、まあなくなってきちゃうあ<ー>と思うよね、うん、だってそうは言いながらもやっぱ俺,俺でもさ面倒くせえって思うもん年賀状。 毎年こんなのやんなきゃいけないんだから大体大体お前年賀状書か,かねえじゃねえかよ、うん、<laughs> 何言ってんだよもう俺10年ぐらい前に辞めちゃったからね <laughs> そうだよねその前まではすごく熱心に書いてたよえそうだっそっの未満も。え俺お前からもらった覚えなんかほとんどないぞ、うん、お前のうちのその押し入れの奥に行くと小さい 頃の僕の字で、たっちゃん、おめでとう。<laughs> そんな頃からお前知らない。よ <laughs> た、たつじの字は、あの、こっち側に C ま、曲、ま、がってる。こっちに、<laughs> こっちになってる、たつじちゃん。おでめとっていう、年賀状言ってると思うよ。高校生にもなって、なんちゅう字書いてるよ。た <laughs>、つじ、じは、こっち側ね。左側に跳ねてるから。まあ、でも、逆にそういう方がもらったら、嬉しいかもしれないね。<laughs> だからそういうふうになってるのがさ、うん、なんかもう今どんどん変わってきてるでね俺ちょっとねいろいろ思うんだけど、うん、そのやっぱり40今年で2じゃないあ,あそうですね <laughs> でこれもういつまで豆彦続けんだろうって思うわけ<ー>もういささか飽きてるし <laughs>、ね、まあこんなに長く続いたことも珍しいよね、うん、まあ俺大体やりだしたら割と案外やめないんだけど でもこんな長いの珍しいよ。いやでも十年でしょ。だって俺お前タッキーの料理教室だった八年やったし。あれも長かったな。そうだね。んだかんだ言って意外と長っちゅうね。意外と長っちゅなの。よお前なんかに比べて。でさまあ十年やったじゃない。でこれどうすこの一生続けんのかなとまあいろいろ思うところあんだけど。そのやっぱり豆メをやっているっていうのは。 何がやらせててるるのかなっこことと時々考えることあるわけよあそういうようなことはうん、うん、あなたが自分で書いてる文章の中でも時々垣間見えるよね、うんうん、M 彦だったりでそうするとまあやっぱり僕の中の一つの結論としては、うん、もう子どもの時の自分がやらせてるっていうのがもう一つの結論なんでねそれはまたちょっと新しい説だね、うん、いやでお前とこのラジオみたいのも,、うん、もうかれこれ長いじゃない これもねこれももういい加減長いよ78年そんなにやってないかいやそのぐらいでもね5年以上やってる年以上やってるかやってるでしょでお前と15の時に会ってるからもう今年で17年目でそうですねもういささか飽きてるいささか飽き飽きしたねだけど毎回ここで話してることじゃな27年目だよあ二27年あらそりゃすごいねすごいよでしょ だ三年周期なら九回周期だね。<laughs> ね。<laughs> 何の周<習>期？<laughs> 少なくとも十二年が二回は回ってるってこと思うね。そうだね。うん、だからでも何の話してるかっていうとさ、うん、やっぱり子供の自分の話してると思うわけよね。<ー> <laughs> だからその今の年賀状の話一つとっても、うんうん、まあ小さい時はイモやったよねとか、あのー。 昔夏祭りの時にさとかあの駄菓子屋がねとか昔の喫茶店ってさとかお誕生会ってねとかお楽しみ会ってねとかうん合唱コンクールってさ学芸会ってさとかねなんか女の子のジャージのどこブルマのどこから見えてたパンツってキュンとしたよねとかしたよねとかって話も含めて。で、結局 なんかこれってその僕ら団塊の,の世代ジュニアで俺もお前も郊外に住んでてその郊外に住んでいる僕らのなんかこうのあったと思うんだよね本当に短い間だったかもしれないけどまあお前なら町田だし俺だったらまあ,あの新百合ヶ丘とかまあ,あの辺の要は団地の。 団地というかな、うん、でお父さんはサラリーマンで、うん、まあ可可ももななく不可もないお父さんだね別にもう雷親父でもないし、うん、かといって別にその今のお父さん的な「おキャッチボールやるか」とか「一緒にディズニーランド行こう」っていうほどの友達感覚もない、うんうん、なんとなく程よいお父さん、うん、であのちょっとうるさいお母さんはい、はい、っていうのが、うん、まあ こぞっていたよ、ね、<あ>俺たちそうだね、うん、で団塊の世代ジュニアだから数も多かったし、うん、でその時にあったようなものがことごとくなくなっちゃったよねああ<ー>あの時僕らは小さい時に大人になったら結婚するのはもう当たり前よとか、うんあのー、ちゃんとした会社に入りなさいねとか、うん、なんかあったよねその道徳みたいな、うん、でそれに割と疑いもなかったっていう時もあるよね、うん なななんんか僕らもエリートになるんだみたいなまあ実際僕ら進学校行ってるしね。そう、うん、エリートになるんだっていうことを先生も言ってはばからなかったし、うん、俺たちもまあ俺たちドロップアウトしてるから <laughs> あれってことになっちゃったけど <laughs>、うん、でこれってさ要はその子供時代、うん、俺たちがあった子供時代を、うん、世の中が変わっちゃったけど、うん、あの時やろうとしていたネバーランドみたいなものを。うん この豆彦っていう形で残しておきたいもしくはやりたかった、うん、で今の俺とお前の話、まあ、お前のお母さんもお父さんも俺知ってるし、うん、俺の両親もお前知ってるんだろうけど、うん、やっぱり女社会だよね。 だ郊外っていうお父さんはまあ週末帰ってきてまあ釣りに行くなりゴルフに行くなりねしてるしほとんどは母親と息子母親と娘っていう人たちの中にいる女社会でまあその町内会があってその肝試しがある夏祭りがあるっていうようなことがある本当になんかこう子供時代っていうものが あったったていうのかなそれでそのまあもしかしたらそういうとこにいる自分たち親の世代もまたその戦後の生まれだからまあ戦後民主主義の,その申し子でまああの親は戦争を経験してるけれどその子供たちっていうのにはね絶対に戦争を経験させないっていうところがあってでそのいわゆる子供として育てられたっていうのって。 この俺たちの周りにいる今うちで働いてるスタッフなんかも、うん、そういう人たちの集まりなんだよねあ。ああえ僕らの世代と似てるってことそうだから僕らの世代と似てるというか、うん、そういう感覚っていうのかな、うん、でも池波正太郎の本なんか読むとね、うん、とか山田太一の本なんか読むとはい、はい。 あの人たちって浅草生まれななんんですよそうだ浅草に生まれるともう小さい時から大人なの。つまりつまり小遣いをポケットに入れてその映画館に行く。で映画館に行ったあ例えば大晦日なら年越しそばを友達と一緒に食べて。 ななんなら一杯引っ掛けて帰るみたいなそば <laughs> を一杯引っ掛けて帰るみたいなそう,そういう小学生なの、うん、親の保護下にいるわけではなく<う>結構自立自尊してるってこと<う>、うん、だから親も大人だしだ子供もなんならその若いだけで労働者だからね、うん、ああそうかそうかそうかね、うん、子供でいさせるっていうよりは大人のちっちゃいのっていう感じだから まあませてると言えばませてる、まあ自立しているっていうふうに言えるわけよね。で、俺たちにはもう通って考えられなかったよね。そうだね。うん、だからでもそれは本当にその昭和40年から昭和の60年ぐらいにそのどん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 郊外に団地や住宅ができて、そこの中でそのベッドタウンっていうところで。 子供時代その近くに公園があって、うん、その夕方まで遊んでて、うん、でまあ習い事にスイミング行ってそろばん、えー、行って習字行ってみたいなことをやってた、うん、本当に短い間のネバーランドみたいなものが、うん、で、今はもうそれがないだろうっていうことを思ってるわけで、まあ、今でも郊外に行けばもちろんそういうことってあると思うし、うん、<coughs> それは思うんだけど、うん、今うちの子を。 浅見のから渋谷に越してきたでしょ。そう、ね、でうちの子なんか一人っ子だし、うん、何せうちの要はあの子のお父さんっていうのは商売人なわけじゃないそうね、まああなたのことですね。そう, <laughs> そうするとちっちゃい時からもう大人だよね。ああなるほど。うん、はいはいはい。まあ確かにそうだね。大人になっている。うん、でそれはその僕ら例えば夫婦の中でも、うん、その価値観みたいなもののブレが起きるっていうか。うん 子供をそんな遅い時間までうん、うん、例えば店にね、うん、店のイベントが11時まであるといるよね <laughs> であいつちょろちょろいるじゃない、うん、でいさせていいものかと、うん、やっぱり7時8時にはそんな子供をこんなね渋谷の街の中に置いとくことはいけないんじゃないかだから帰らなくちゃいけない帰らした方がいいよねっていう価値観って。うんうんうん まさに俺たちの郊外に育った俺たちの価値観じゃない、うん、そうやっぱ僕もそれが常識だと思うよね、うん、思うでしょ、うん、でもその要は浅草の子供たちの価値観からすれば、うん、そんなのって全然普通普通なんだ、うん、で今実際あいつ小学校が渋谷の小学校に移ってからは、うん、まあ塾だのんだろうってこともあって、うん、<laughs> 夜の8時だの9時だの渋谷駅に一人でいる<ー>もしくは友達といてね、えーうん、でこの休みどうするかっって言ったら 代官山に行くとか青山に行くとか待ち合わせはキディランドなんだよみたいなことがあってだからママお金ちょうだいって言っていくら欲しいのって言ったら23,000円ないときついかなみたいな感じになるわけよ。本当さっっき言たた浅草の子みいな23,000円なんて俺たちからそんな子供がお金を持ったりね子供がそんなのどうするのっていう価値観あるじゃない。でももこれってうのはししかたら本当に その俺たちの中のスタンダードは、うん、今の世の中のスタンダードではないし、うん、もっとひ広げちゃえば、うん、本当に渋谷じゃなくてその渋谷だったり池袋だったり新橋で生まれ育ったような人は、うん、なんかそれが当たり前でね俺たちの時代って本当にだ外食もなかったじゃない。 親友に住んでたうちはもう1年に1回か2回町田の銀座アスターに行くっていう俺はねそれが唯一の外食でねその外食ってまああったとしても近所のなんか中華料理屋みたいなところに今日はねお母さん面倒んくさいから「てんやもん取ろうかもしくは食べに行く行く!」みたいな感じそうっていう感じで行くぐらいで。 だけどもうそんなうちの子なんかからすればさ外食なんて別に外食えー、あそこまずいなら家だ <laughs> あそこまずいからだったらうちで食べた方がいいよみたいなあ,あいつ言いそうだなそういうこと <laughs> そんな感じなわけようん、うん、だから非常に混せてる,混ぜてる、ね、でもそれはやっぱり、うん、まああの子は今渋谷に住んでるからっていうけど、うん、やっぱり今の玉蔵に住んでるざみの住んでるまあ逆にお前の子供もも、うんうん、俺たちの時ほど保護下にはもうないと思うよ あやっぱねそうさっき言った僕らのスタンダードと、うん、そのよちゃんの娘のスタンダードは今話聞いただけでも随分乖離があると思うよね。でそれはもっともっと前つまりは自分たちの母親の世代もしくはそれよりちょっと前の頃の向田邦子なんか読んでてもそう思うんだよね。あ<ー>あの女正月がありましたとか、うん、<laughs> 七草がゆを食べましたとか。うん まあそういうい女の世界がそのあって戦争の時代よりもちょっと前の日本は、うん、あの貧しくて大変だったっていうよりもそれなりにの生活があったうん、うん。で向田君にこ子の本なんか読むとあの人って中目黒なんだよねあ。へだけど今はもう俺たちの時は中目黒ってもう都会すぎて住めないじゃない。 あの当時の中目黒っていうのは多分相当田舎でああ、あそうかそうか。ね、うん、だから中目黒なんていう田舎に住んでる、郊外に住んでるってことでしょ。うん、だからあの当時のだから向田邦子が書いた中目黒の話は、うん、俺たちの町田や新親友の話とどっか進行をナイズする。だけどそれをあのそれがその後壊れちゃって、うん、まあ俺たちみたいなものがどっかこここで豆彦をやろうとしてるのは。うん あの当時もうなくなりつつある世界をテレビっていうものを使って向田邦子があの古き良き昭和の自分たちの世界だからあの当時だって向田邦子よりももっと中に住んでた浅草や上野に住んでた人たち要は東京でいうところの東に住んでた人たちは違った生活してただろうけど西に住んでたような人たちそういう人たちっていうのは杉並に住んでる永福町に住んでる中目黒に住んでる っていうようなね、うん、人たちの生活っていうのはあの向こう邦子がやってたような生活があってうん、うん、それを残したいでももう戻ってこないよね、うん、でもそれは僕らが今やろうとしてるのは、うん、まあもうあの頃戻ってこないだろうけど <laughs> なんか餅つきをやりたいよねああそうかまめひこでやるもんねうちそういうことう餅つきって言ったらやってみたいっていうのは、うん 俺たたちちちがちっっちゃい時餅つきつやってたんだよね町内会なのかもわからないし、うん、なんか変なおじさんが「うん、よいしょ」とかってやってるそうあの子供用のちっちゃいね、うん、このうすきね<う>があって、うん、でそれがもう今の子供たちもそんなものやらないもしくはそういうものがない、うん、で俺たち大人になってそういう機会もない。うん、で俺たち自身も結婚 してその子供がいいいててっていう良きパパでもないしつまり俺たちの親父ではないで自分のまあ奥さんお前の奥さんにしたってうちの奥さんにしたってあの時の母親ではないよねまあなんか仕事もう専業主婦で毎日その近所の,その友達のお母さんたちとつるんでるっていうものとはもうおよそかけ離れてるだから僕らが豆彦をやるとするとなるとつまりあの古き 亡くなっっててししまたた時代を、うん、まあ今の形にアレンジややる、うん、やりたいカフェだけどねでもそうするとカフェをやるということは当然、うん、俺たちみたいなサラリーマン家庭とは違う商売人っていうことだから、うん、その商売をやるとなると、うん、ますます自分たちの家庭とは違うものを作っている、うんねうん、つまりそこのジレンマっていうのかな。うん つまりこの仕事をしてたらもう家にも帰れない、うん、土日なんかあったってない、うん、土日なんか一番忙しいからねそうっていうものをやってると、まあ、自分の子供たち、うん、じ自分たちの親は少なくとも土日はい、家にいたし、うん、別に家にいたからってなんか仲良くやってたわけじゃないけど、まあ、家にいるの当たり前っていうものが違ってきている <laughs> い、ねうん、だからもう、まあ、それはもう後戻りできないから、うん、これはこのままやっていくしかないんだけど <laughs> やっぱり 豆彦が好きっていうお客さんっていうのはもしかしたら統計を取ればそ,のそういう古き良き俺たちの,その段階の世代ジュニアの子供自体を経験している人たちがスタッフになるもしくはお客さんになるっていう形でここをネバーランドにしたいんじゃないかっていうのが。 実は豆彦を支えている一つのイデオロギーなんじゃないかってちょっと思うんだよね。だから豆彦ネバーランドってなるとこれ永遠だからだけどネバーランドの終わりっていうのをいつか決めるっていうことが自分たちの子供時代を終えるってことになっちゃうから果たしてそんなことができるのかっていう。 点点点が続くんだよね。